ああ、調子ぶっこいて、もう一回、今度は、ちょっと、エフェクトかけて、見ました。ああ、中学校の時、ほとんど学校に行かなかった。超寂しいよね、あの時って。学校に行ったら、ね、なんて言えばいいんだろう。見られてる感。あれがあるったね。誰あいつ とかね。今でも覚えてるのが、バスコダガマって、誰か知らないけど、なんか社会の勉強かなんかね、バスコダガマってなって、読まされてて、バスコダガマって言ったら爆笑が来たよね。何のことだろうと思って。ただ読みにくかったから、点が入ってたから、バスコダガマって言っちゃったんだよね。まあ意味ないんだけどね、記憶に残ってるのそんなくらいしかないから。調子に乗って今動画上げてます。学校から懐かしいな。英語とか数学勉強したいな。今じゃもう役に立たないんだけどね。英語ぐらいはね、したいね。外国人と話したい。この、Facebook 使って外国人の人とアクセスするんだけどね、どうも、反応が返ってこない。やっぱ日本人ってことで、英語圏の人とはコミュニケーションがなかなかうまく取れないのかも。っていうか、俺の顔がいけないのかな そういうわけで、調子乗って、2個目の動画です。みんなもせっかくだから適当に使っちゃえ。ね。スマホにね、できるはずだからね。じゃあ、終わり。大塚智則でした。